ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙は旅行したい国なんかある？まあ王道だけど、アメリカのハワイなんかは行ってみたいな。確かにハワイは憧れるわよね。霊夢はどこに行きたいんだ？私は世界中を旅したいわ。欲張りな答えだな。それなら様々な国の文化や常識を学ばないとだな。そんなの日本と変わらないでしょ。そんな気持ちで海外に行ったら痛い目を見るぜ。ということで今回は、日本では非常識な世界の常識を10個ほど紹介するぜ。どんな違いがあるのか気になるわ。一つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、アメリカでは使用した商品でも無条件で返品ができるだぜ。日本の常識では返品というと、購入したものに傷があったり、間違えて購入してしまって、未開封の状態なら返品できたりするわよね。ああ、だが返品大国のアメリカでは一度使用した服や、レストランなどで半分以上食べた料理でも返品できるんだ。普通なら服のタグを取った時点で返品はできないわよね。さらに日本で返品する際に必ず必要なものが、アメリカではいらない場合が多いんだが、それは何かわかるか？日本では返品するときに必ずレシートが必要よね。お、大正解だぜ。なんとアメリカでは返品する際にレシートがなくても、返品できることが多いらしいぜ。心が広いのか、適当すぎるのか。アメリカが返品大国になったのは、はっきりと自己主張するアメリカの文化や、アメリカの製品は日本の製品と比べると、壊れるのが早いことが多いのが原因だと考えられているぜ。じゃあ食べ物を完食した後に、美味しくなかったから返品します。なんて言っても返品できるかもしれないわね。クリスマスツリーが枯れたから返品した。なんて事例もあるから可能かもしれないぜ。しかし、アメリカの返品制度は見直されつつあり、何よりも店員さんと不穏な空気になってしまうので、本当に商品に不満がない限りは返品はおすすめしないぜ。二つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、台湾では自動販売機で友達が買えるだぜ。なんだか世にも奇妙な物語に出てきそうな話ね。というか普通に人身売買じゃない？さすがに自動販売機の中に人間が入っているわけではないぜ。台湾にはなんと友人や恋人が購入できる、こういう自販機というものが存在するんだ。自動販売機の中には、プレゼントが入っている紙袋、友人を募集している人間の写真、その人物の SNS や電話番号などの連絡先が入っていて、写真を見て、気に入った人がいれば、購入するという流れになっているぜ。はじめは危ない匂いしかしなかったけど、これは意外と良いアイディアかもしれないわね。日本のマッチングアプリなんかによく似ているわ。また価格帯はプレゼントの中身によって変動するみたいで、ある人物が2500円で購入したところ、ナイキの帽子がプレゼントに入っていたらしいぜ。2500円で帽子と新たな出会いがあるなら、お買い得かもしれないわね。ちなみに自動販売機の中に売られている人物は、女性が多く女性が 70%、男性が 30% の、比率になっているみたいだぜ。日本のモテないそこの君、今すぐ台湾旅行をおすすめするわ。確実に交際できるわけではないがな。三つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、イギリスでは食器の洗剤をすすがないだぜ。え、それって泡のついた状態のまま洗い流さないということ？その通りだぜ。いやいや泡には汚れも残っているのに、なんでそんなズボラなことをするの？これはズボラというわけではなく、こういう文化としか説明できないんだぜ。気になるその洗浄方法は、洗をしたシンク、洗い桶に洗剤を適当に回し入れ、そこに水やお湯を流し入れ、その中で食器をスポンジなどで洗う。最後に食器に食べ物がついていないのを確認したら、その食器を、シンクの隣の水切りに乗せて終了という流れらしいぜ。確かに泡を流す工程がないわね。そういうことだぜ。ちなみにイギリス人が洗剤をすすがない理由は諸説あるが、節電していた時代の名残や、水があまりきれいじゃないので、洗剤で殺菌できる、というのものだと言われているぜ。これはきっとイギリスの方からしたら、常識なのかもしれないけど、ちゃんと洗い流すべきだと教えてあげたいわ。四つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、中国では食事は少し残さないといけないだぜ。いやいや、日本人からしたら食事を残すのは、食事を作ってくれた人や食材に、失礼な行為になるわよ。これも文化や考え方の違いなんだが、中国の食事マナーではきれいに残さず食べるのではなく、一口分程度残すことで、食べきれないほど十分に料理を提供してもらい、満足だった、という気持ちを表すのが一般的なんだ。ちなみにインドなどでは、お皿の料理をすべて食べきると、おかわりを求めるサインとなってしまう場合もあるらしく、国外ではきれいに食べきることが、必ずしも正解にはならないということは知っておくべきだぜ。確かに少し残す理由を聞いたら納得できなくもないわね。それでも私は残さず食べることで、食材への感謝を忘れないようにしたいわ。
それが日本人の心だからな。5つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、イタリアでは鳩に餌をあげたら罰金7万円だぜ。え、鳩に餌をあげるだけで7万円も取られるの？そんなことをしたら公園で、鳩にパンの耳をあげているおじさんたちの、お金がなくなっちゃうじゃない。確かに鳩にパンの耳をあげているおじさんは日本でよく見かけるが、イタリアの一部の場所では、そのような行為が禁止されているんだぜ。その場所というのはイタリアベネチアにある、サンマルコ広場という世界で最も美しい広場として有名な、歴史的観光名所なんだぜ。この広場はとても美しいことで有名なんだが、同時にたくさんの鳩がいることでも知られているんだ。そうした鳩の行動により、建物や大理石が傷ついたり、あるいは多くの糞で景観が損なわれたりしているため、その結果、鳩が原因による、修繕費や清掃費がかさんでるらしいんだ。そこで、この広場では鳩に餌をあげた場合、7万円もの罰金が課されることになったんだぜ。日本の公園などでも、鳩に餌をあげないでくださいという注意書きは、たまに見かけるけど、罰金まで取られるのは考えられないわね。同じ行動であっても、国が変われば、ルールが変わるということはよくあることなんだぜ。6つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、アメリカではスーパーで銃が売られているだぜ。さあ、今日の晩ご飯はカレーだから、ジャガイモと人参とは綺麗なマシンガンとはならないわよ。さすがにアメリカでもそんな野菜コーナーに、銃が陳列されていることはないと思うぜ。アメリカ小売最大手ウォルマートというスーパーでは、全米4700店舗のうち半分以上が銃を扱っているというんだ。銃に馴染みのない日本人からしたらスーパーで銃を売るなんて、狂っているように思えるが、銃社会のアメリカでは普通のことなんだぜ。スーパーだけではなく専門の銃砲店や、時々、州内で行われるガンショーでも銃を購入することが可能で、アメリカではその気になれば、どのような銃でも手に入ると言われているぜ。そんなに簡単に銃が手に入ったら、強盗や殺人事件が増えてしまいそうね。先に紹介したウォルマートの店舗では、銃乱射事件が相次ぎ、同社に銃器の販売自粛を求められていたり、販売の規制なんかも厳しくなっているみたいだぜ。こんな銃社会のアメリカだから、数多くのヒーローが誕生したんでしょうね。7つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、北欧ではミネラルウォーターは炭酸水が主流だぜ。炭酸水って日本ではおしゃれなレストランや、ダイエットなどの健康に気を使ってる人が飲むイメージよね。炭酸水は満腹中枢を刺激して、間食や食事量を抑えることができるからな。北欧、主にドイツのミネラルウォーターでは、家庭でもレストランでも炭酸入りが主流で、スーパーに並んでいる水の8割が炭酸水らしいぜ。北欧の人はみんなダイエットしてるのかしら？炭酸水のシェアが高い理由としては、ヨーロッパには炭酸水源が多いことに加え、いわゆる硬水が多いヨーロッパの水でも、炭酸が加われば飲みやすいことなどが挙げられるぜ。いずれにしてもドイツのレストランで水が無料で出てくることはなく、注文しないといけないんだが、しっかりと飲んガスで、と言わない限り、炭酸水を提供されることになるぜ。これは勉強になったわ。8つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、東南アジアではタクシーが客引きしてくるだぜ。日本で突然タクシー運転手さんに、乗っていきなよ、とか声をかけられたら、正直少し怖いし、怪しすぎて乗らないわよね。ああ、日本でのタクシーの客引きは、基本的に禁止されているわけではないが、行き過ぎた客引きをしたり、お客さんを呼ぶときにクラクションを鳴らしたりすると、違反になってしまうことも多いらしいぜ。しかし、東南アジアではそんなことお構いなし、タクシーの方から乗らないか、と、誘われることが多いらしいんだ。日本でも怖いのに、海外でのタクシーの客引きなんか、正直怖すぎて乗れる気がしないわ。その判断が正しいと思うぜ。すべてのタクシーがそうというわけではないが、海外のタクシーではメーターがついておらず、とんでもない額をぼったくられることが多々あるようなんだ。そして、客引きをするタクシーの中には、観光客を狙ってぼったくろうとするタクシーが多いらしいんだ。言葉がわかりにくい海外では、何かとぼったくられたなんてよくある話だもんね。海外旅行でタクシーを利用する際は、しっかりと相場などを理解して利用することをお勧めするぜ。9つ目に紹介する日本では非常識な世界の常識は、インドでは商品の値段を50分の1になるまで値切れるだぜ。1万円の商品を500円値切るとかなら、日本でもたまに見かけるけど、50分の1はさすがに値切りすぎじゃない？日本人の感覚だと値切りすぎたら、嫌な客だと思われそうであまり値切れないのが本音だわ。その気持ちはわかるが、インド旅行では、値切り交渉が最大のアトラクションとも言われるほど、値切りを楽しめるんだぜ。インドの人々はお金にうるさくない人が多いと言われており、価格より人情、という考えを持ったお店が多いんだ。もちろん、誰にでも商品を安く売るというわけではなく、
インド旅行をする際は何度も値段交渉をすることになるんだが、そこをめんどくさがらずに交渉してみると、ほとんど定価の値段で購入できることがあるみたいだぜ。さらに旅行ではなく、インドに滞在して、お店の人も顔見知りになったら、定価よりも安い値段で商品を譲ってくれることもあるらしいぜ。つまり店員さんとお友達になってしまえばいいのね。あるインド旅行した人の話では粘って、50分の1の値段まで値切れたらしいぜ。とはいえ観光地のお店は海外旅行客に慣れているので、値切りの難易度は高いとされているぜ。値切り上手な関西のおばさまに挑戦してほしいわ。その前にヒンディー語を勉強しないといけないけどな。最後に紹介する日本では非常識な世界の常識は、日本以外では食事をするときに食器を持たないだぜ。え、食事するときに食器を持つのは日本だけなの？実は食事中の食器を持つのは日本特有の文化で、海外からはかなり珍しがられているんだ。でもなんで日本だけ食器を持つ文化になったの？様々な意見があるが日本人が食器を持ち上げる理由は、日本人は昔から畳の上に座り、お膳で食事をしていたんだが、お膳で食べると、食べ物と口の間に距離があって、食べにくいので、食器を持って食べるようになった、という説が有力だとされているぜ。なるほど。すごく日本らしい理由だったのね。さらに当時の日本人が食べていたのは、塩辛や大豆、黒豆など箸でつかみにくい食べ物だったから、食べ物を落とさず口へ運ぶには、食器を持ち上げる必要があったからとも言われているぜ。ちなみに食事中に食器を持つ行為は、海外では非常識な行為とされることが多く、一部の国ではこじき食いと呼ばれ、非常に下品な食べ方という認識になっているみたいだぜ。日本では食器を持たないと犬食いと言われて、叱られるのに、国が違うだけで、ここまで違ってくるのね。郷に入れば郷に従えという言葉がある通り、その国の文化を理解し、合わせていく必要があるんだぜ。海外で恥をかかないように勉強しないといけないわね。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。